男の肖像は、イタリアのルネサンス期の画家、ルカ・シニョレッリによる1492年頃の万丈のテンペラ画である、ベルリンの絵画館に所蔵されている。1490から1492年に、シニョレッリは、メディチ家による、フィレンツェの支配下にあったボルテッラに滞在していた。ボルテッラで、画家は、受胎告知、玉座の聖母と聖人たち、活例。 そしておそらく本作を描いたが、本作は前の3作品との様式的な類似性のためにこの時代の制作とされている。本作は白い髪と浮遊なブルジョア的衣服、そして黒いスカーフが特徴の4分の3正面向きの老人を描いている。この様式はハンスメムリンクの作品やドメニコギルランダ用の作品に触発されている。背景には 古代ローマの遺跡と何人かの裸体の男性が描かれているが、アレッソのサンフランチェスコ教会にある、ピエロデラ・フランチェスカのアダムの死に触発されたものである。同様の遺跡と裸体の男性は、ウフィツィ美術館にある裸体の男性のいる聖母子など、シニョレッリの他の作品にも見られる。パルチー、アントニオ、ルカシニョレリ、ピットリデルリーナメント、フローレンス。 スカーラ、ありがとうございます。